メッタのバスケ色に染まるラジオはい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。メッタです。バスケ色に染まるラジオ、第34回目の配信となります。この番組はバスケットボールを愛してやまない私、メッタがバスケ魅力を一ファンとした目線からざっくりとお届けするラジオとなります。よしかまない。はい、えーっと、 今日はね、2022年6月26日の夜にね収録をするところなんですけれども、ねえー、ここ秋田県はね、もう梅雨真っ盛りってことでね, <laughs> ね、あのー、全然気温が上がらず、まあ、最高でも25度前後、ね、晴れた日はね、あの30度に迫るね、暑さでねまあそこはさすがに日本共通って感じはね、もう最近はするんですけども。 ちょっとね、あのー、他の地域だとね、普通に、もう、イヤコン、もう、ガンガンつけてるところもね、なんか多いみたいなので、まあ、こちらもね、時期にそうはなると思いますけども、まだね、ちょっと扇風機とか、あのー、窓開けただけの換気だけへね、まあ、住んでる状況です、はい。はい。ということでね、今回のね、34回目の収録なんですけども、久々にね、ゲストをね、お呼びしております。えー、っと、ね、バスケフリー、 スポーツフリークの、ね、バックアーナ小僧さん、ねあのー。前回2回くらい、ねあのーまあ、トータル、トータルだと、ね、あと通過に分けてる、ね、回もあるんですけども、収録としては多分3回目くらいになるのかなというところになりますね。まあ、今回は、ね、NBA ファイナルを、ね、2022年 NBA ファイナルが終わったタイミングというところ。 えー、それからね、まあ、ドラフトもね、えー、ついこの間、金曜日にねき、えー、日本時間金曜日終わったところなので、その話をざっくりと振り返りながら、えー、バクさんが、ね、応援している、ね、ロサンゼルス・レイカーズがね、まあ、ちょっと今年、ね、期待されながら、ね、プロフを逃してしまったというちょっと状況になってしまったのでね、ね、まあ、シーズン終わったあたりからねちょっとバクさんとなんか反省会やりたいかなっていう、ねあのー、考えてたんですけどもね、ねようやくこの あの、FA のね、直前というタイミングで、まあね、やっと話することができるのでね、まあそこも楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてね、ちょっと今回はエンディングにちょっと重大発表をね、する予定ですので、ぜひ最後までお聞きください。よろしくお願いします。 I'm d o n e r o y、really、Machida is my favorite basket player of all t i m e メ e t a のバスケ色に染まるレディ。レッチリはい、それでは改めましてメ e t です。今回のゲストをね、早速ご紹介いたしましょう。ね、あの以前も何回かね、出演いただいてますけども、ね、スポーツフリークのバクアナコトーさんです。どうぞ。 どうも、ニーザラプターズのフレッドバックブリードでございます。よろしくお願いします。ちょっと、ね、似てるとこ言われちゃったりするんですよね。<laughs> よろしくお願いいたします。はい、お願いします。いろいろ混ぜすぎです。はは。いや、ニーザラプターズのですよ。だからバ、バックブリードという。フレッドバックブリードです。<laughs> ニーザっていうのは、はい、ニーザ市、埼玉県ニーザ市のことですね。<laughs> あそうですね。<laughs> すみません。はい、確かに混ぜすぎでしたね。失礼しました。いやいやあ、大丈夫ですね。あのー、 ね、あの、バクアナコドさんのニーザー放送局っていうね、ラジオも、あの、ニーザーでね、あの地名から来てるんですよね。そう,そうです、そうです。はい。今回はね、あの、あのそのニーザ,ーニーザー放送局ともね、あの、コラボになりまして、えー、そちらの方にもね、あの、先ほど、あの、ゲスト出演会のね、えー、パート収録をね、させていただきましたけども、はい、結構自由ですね。はい,はい、はい。うん。もち,んもちろん、もちろん。はい。 ね、バスケ以外のことも,もちろんね、いろいろ話は、ね、あのしましたけども、はい。まあ、こちらの方ではね、まあ、バスケメインの方ではね、あの話をしたいなというふうには思っております。はい、はい。で、ね、あのー、まあ、シーズン全体のね、振り返りは、新ザ放送局の方でね、えー、したんですけれども、はい、まあ、今回はね、あのー、そうですね、NBA ファイナルとドラフトのところをね、少し振り返りを。 したいかなというふうに思っております。はい。はい。ね、えっ、ー、と、前回あの、の放送ではゲーム4まで、ね、振り返りを、えー、していましたので、はい。ではゲーム5、6のところをね、一応、まあ結構ね、日にししましたけど、ちょっと話を振り返りを、ね、していこうかなと思います。はい。はい。ではね、えー、2勝2敗でね、えー、タイに え戻ってね、ね、えー、ウォリアーズホームに、ね、戻ってのゲーム5でしたけども、はい、まあ、まあ、ウォリアーズがね、えー、まあ、圧勝、最後したっていうことで、はいはい、この試合、まあ、ね、バカコロスさんも未来だと思うんですけれども、はい,いやウォリアーズ、なんかだんだん強くなってる感じがな、なんか知ってたんと思うんですよね。はい,はい、はい そうなんですよね。ただあれなんですよ、その、1戦から4戦まで結構、セルティックス勝った試合は結構、インサイドとか結構うまく使ってたんですけど、はい、私はそういう印象だったんですけど、はい、そういうのもなんか止められたのかちょっとやんなくなったのかわかんないんですけど、なんかそういう感じでしたから。結局はその3合戦になるとやっぱりウォーリアーズが強いのかなと思いましたから。 スリーの合い,い。ええー、はい、はい。あでも、それかつ、さらにね、カリーはドライブとかもありますし、ウォリアーズは本当何でもできるっていうチームだなと思いましたね、個人的には。はい。ねカリーがそのスリーポイントだけじゃなくてですね、ドライブを積極的に、ね、で、はい、あの、はいはい、最近はするようになっているので、よりなんか厄介に、 ね、なってきてる感じもね、しましたし。はい。えー、ちょっと逆に、ね、セルティックスはこの試合3コーターはすごい良かったんですけど、あの、クォコーターに沈黙しちゃったんですよね。はい。まあ、だからちょっと、やっぱり、ね、まあそこはウォリアーズがね、ちゃんと3コーター、4コーターに強いっていうところを最後見せたのかなと思いますし。はい。うん。まあ、 試合を追試合ごとにやっぱ、オリアズもねそう、ディフェンスがすごく、まあ、はい、なんか対応が良くなってきてて、だセディックさは、ね、なんだ、中でプレイできなくなってきてる。はい。それこそ、バクさんが話した通りの展開になったと思いますね。はい。はい、まあ。まあ、あとはやっぱり、あの、ウィギンズがね、テイタもだいぶ止めていたので。ああ、そうでしたね。はい。まあ、大きかったですよね。まあ、しかもこの試合、実は彼、そういえばスー ああ、そっかそっか、そういえばそうでした。これ4年ぶり以来らしいですけどあ<ー> <laughs>、はい、あのそれでもね、ウェギンズが26.13リバウンドの大活躍で、あとクレイ・トプソンが3・5本の21点、はい、これがだいぶ大きかったですね。はいそしてね、あの、まあ、副長、ね、気味のジョダン・プールのねあ3コーターブザービーター。 ありましたね。そうそうね。ねハーフコート、スリーポイントの付近からね、ありましたけど、はいね、あれ2回目だったんですよね、ファイナルで。ーゲーム2以来か。はい <laughs> はい、あとは J リーペット2000も15点。はい、だいぶ、なんかね、あのディフェンスのイメージですけど、だいぶ取りましたね。そこはやっぱり大きかったですね。はい、なるほど。というところで、ウォリアスがオーをかけてね。えーはい また敵地ポストンへというところ、ゲーム6、まぁ、えぇ、ね、セティクス粘ったんですけど、最後百103対90で、はい。降りた、降りやすがね、えまあ連勝して、あの見事優勝を、はい。決めたという試合になりました。まあはい。この試合は、まあね、まあやっぱりまたカリーが再び、ね、パフォーマンス上げて、ね、はい。めちゃくちゃマークされてましたけどね。はいはい。<laughs> うん。まあそれでも34点 <laughs>。 ウェギンズも2番,の2番目18点だったり、はいえー、あとはドレボンドが地味に点取ってましたね。あんまり今まで、ね、ほらレイアップ外したりとかスリー全然入らなかったりとか、ね、してたんですけど、はい <laughs> まあ、意外とこれが大きかったですね。<laughs> なるほどトンプソンはあんまあ調子よくなかったね実は。<laughs> まあ ゲームシックスクレイってね、言われてますけどそ。そうなんですよね。そうそうそうのその印象はね、ちょっと強かったっていうのもあるかもしれないですけど。ね、まあ、まあ、もう、今回もカリーのね、まあ、チームっていう感じですね。<laughs> うん。まあでも、はいね、まあ、ね、もちろん、持ってきてね、こんだけ、まあ、活躍してるだけでも、まあ、十分なんですけどもね。はい。 まあ今回だからそのゲームシックスクレイっていうのと、あとカリーがその沈黙した次の日すごい爆発してるっていうデータがなんか出てましたね。この試合の前に。あの、2試合連続でね、あのー、はい、まあ、不調はないっていうのが逆にすごいんですけどね。<laughs> はい。いや、これほんとすごいことです。<laughs> はい。一方、セルティックスはね、まあ、あの、4コーターね、途中までね、一桁天才なんとかね、踏ん張ってあるんですけど、最初のね、スタートダッシュ、 以降ね、もう完全にウォリアーズの中になっちゃって。はい。まあ、それ以降ね、まあ、ちょっと食い下が、ほうーフードとかね、かなり頑張って食い下がってたんですけどもね。はい。あの、テイタムが13点止もやったんですよね。なる,なるほど、なるほど。またウィギンズで抑えられちゃったりとか。はい,はい。えー、ジェイレン・ブランン34点、ほうーフォード19点の後が続かなかった感じでした。なる,なるほど、なるほど。 まあだから、ウィギンスを影の MVP にね、あげる方もいらっしゃいますよね。ねまあもちろんね、ウィギンスいなかったらね、はい、優勝は、ねはい、できてなかったと思いますし。はい。ね、まあ、ね、GP2 にしろね、誰がかけても優勝できなかったね。まあ、すごい年だなというふうにも思いました。はい、ね。まあ、あの、ね、カリーがほら、ね、優勝もう決定するあたり、なんかすごいなんか関係余ったじゃないですか。はい。 あれ見て、やっぱり今年のね、優勝は、やっぱ格別だったんだなってうん、うん。今までね、あ、一回、なんか、あクレイとか、大怪我してね、一回どん底落ちてますんでね。はい。<laughs> はい、最下位まで落ちてるので <laughs>、はい。はい。そっから、まあ、クレイ復帰が今年。で、その、それまでにプールがね、あの、八村と同じね、19年ドラフトの28位なんですけどね。はい。<laughs> うん そっからこんだけ重要な選手に伸びて、トレードで取ったウィギンズもね、こんだけ、まあ、まあ、ドラッド1なんですけどね、かつてのは。はい、こんだけ、ね、もう、黒子に徹するくらいのねあの、自分の役割を全うしたっていうのは、なんかすごいチームだなと思いました。はい まあそのチーム戦時の徹底と、まああとはまあその育成力とかですね。はい。まあこ、まあこの後はある、やるかもしれないですけど、レイカーズ聞いてますかねレイカーズ関係者聞いてるんですかねそのことは。いやー、ぜひ届いてほしいですね。<laughs> そうなんですよ、本当この育成する素晴らしさですよね。だって全部リン、あれしょとだってドレイ、ドレイモンドとかカリーとかクレイもちろんドラフトですもんね。サンディンが生え抜き選手、はい。はい。まあ、それを、 ずーっと続いてるわけですからね。はあうん、なかなかすごいチームです。いや、あとはまあ、その、ちゃんとしたデータちょっと調べてないで申し訳ないんですけど、レギュラーシーズンはちょっとどうだったかわかんないんですけど、なんかセルティックスが結構ね、ホームで負けていん,んですよね。プレイオフ入ってから。なんかそうそうそうなんですよね。なんか思ったより、なんかホームの利用あんまり生かしきれないかなって。はあ うん、まあね、バックスとか、ね、もちろんヒートが強かったってもありますけど、はあね、ネッとはね、まあ、スイープしてるので、単純に苦戦したのかなとは思うんですけど、やっぱそこはまだちょっと経験、やっぱり浅さなのかなとは思ってしまいます。 そうなんですよ。だからもう、はじ、始まる前から、そう、ゲーム6始まる前から、なんか決まりそうだなっていうのは、私はね、個人的に実は思ってたんですト<ー>付けなんですけどね。ああ、はいはい。まあ、そうい、そういえば、あれじゃないですか、メッタさんも4人って予想してましたよね、ウォリアーズ4人は、はい、見事に当たりましたけど、まあ、まあ、私もその前のね、サンズ・バックスのファイナルであって、の、外してるので、はい。あの、トゲ座はね、以前させていただきましたけど。<laughs> そうすか。なるほど、なるほど。 もう、あれはもう、あの、記憶から消したいです、本当に <laughs> ああ。まあね、予想はね、外れるから面白いんです。はい、そうなんですよね。<laughs> だと思います。あの、バクサの方にもね、あの、ほら優勝予想した、ファイナルと優勝予想なんか送ったじゃないですか。<laughs> は,いはい。あれ全部外れてましたよね、確か。ああ、そうですね。全員当たった人はいないんですけど、私はサンズヒートとかだったんですけどね。 全然私も外れでしたけどあ。まあ、なかなか今回の組み合わせと、ね、<laughs> ウォリアーズ戻ってくるっていう、はい、なかなか予想はしにくプロフマまはしにくかったかもしれないですけ、ね、ど。と、はいうん、いうことで、とにかくセルティックスは、まあね、今回全員が初ファイナル、方法とも含めて初ファイナルだったっていう。 もあるので、まあ、来年以降に行きたいと言いながらもね、まあ、このオフの動向次第では、ねまあね、やっぱり、ね、バックスとか、ネッツとか、ヒードとか <laughs>、ね、まだまだ、ね、また上がってくる可能性もあるし、星、はいね、は全くされてないわけですからね、<laughs> はい、そこはちょっと来季もちょっと、えー、見物ではあります、ね。 はあね、逆で、ウォリアーズにしろ、まあ、連覇ってモチベーションもなかなか保つの大変だと思いますし、えー、っと、ね、当然ね、あの、ファイナル今回行けなかったね、まあ、サンズとか、ね、まあ、いろいろ手こ入れはしてくるのかもしれないですしねあ、若いチームもね、マーブリックス、グリーズリースとか、ね、あなってきてますから、ね、そこにレイカーズは立ちついていけるのかと。<laughs> <laughs> やっぱりそこですか。 うん、そこになります。あの、この話はまた後でじっくりとします。わかりました。<laughs> はい。えー、ということで、あの、まあ、ファイナルはこの辺でですね。では、ね、ドラトの方も、あの、まあ、私、まあ、ちょっと、あまり、ね、大学見てるわけじゃないのでね、あの、ちょっと結果と、まあ、当日起こった、ね、主なトレードをね、ちょっと紹介、えー、するにとどめておきますけども、はい、ね。今回は、えー、1位がね、マジック、 なえー、か、指名権獲得したってことで、えーはいね、誰取るか注目されましたけど、えー、パオロ・パンケロ、えー、2メートル8センチのフォワード、デューク大学ですね。はい。えー、本来は、ボックではね、えー、オーバン大のジャマリス・スミス・ニアかって言われてたみたいですけど、はい。どうやら結構サプライズ指名だったみたいですね。はい。<laughs> まあ、このさ、あの、2位のね、3段、 一致したホルムクレーンとね。まあそのジャバリー・スミス、結局ロケット3位指名しましたけど、このトップ3、はい、ビッグ3とは言われてたみたいですね。はい、うん。まあここはちょっと入れ替わったかなっていう感じ、はい、ではありますね。まあ、ね、あのパン、パンケロンもジャバリー・スミスもね、あの2メートル8のサイズで何でもできる、ね、あの走れるっていうタイプのね、あの、まあパワーフォワードみたいな感じですか。はい。なので、まあ、 即戦力として期待はされますし。はい、あとは、やっぱりね、ゴンザガ大のフォルムグレいですよね <laughs>。は,はい。なんと言ってもね、あのー、はい、まあ、あの体ですよね <laughs>。はい。うん。細すぎですねで。<laughs> はい。でも、ま、一応あれみたいですよ。あえて、あの、ウエイトとかやってなかったっていうふうに本に言ってるらしいですよ あの、あんまりね、ウェイトつけすぎると、この膝とかにね、はい、負担がかかったり、ね、はい、あの、動きが鈍ったりとかねで、そういうのは多分あるかもしれないし、はい、NBA でもね、はい、同じ路線で、はい。行くのかもしれないですね。はい。でも、動きすんごい軽やかですよね <laughs>。まあ、あとブロックもやっぱうまいしね。ねもちろんね、身、はい、長高さとね、ウィングスパンもめちゃくちゃ長いので、はいはい。はい、うん、それを活かしたね、まあ、サンダーの新たな、 大黒柱になるかどうか。はい。では注目ですね。3ーもね、そろそろ1巡目コレクター。まあ、それ自体は続けてるみたいだけど。はい,はい。<laughs> うーんと、一応選手はね、あの、ポイントガードの女子ギリとか、ね、えー、はい、去年指名した選手とか揃ってきてますので、はい。そろそろね、勝ちいってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい。<laughs> あまあ、そこはちょっとね、どうなるか。<laughs> っていうとこですね、はい、あとは、えー、っと、そうですね、えー、っと、ニコラ・ヨビチっていうね、あ,のあ<ー>ヨキチを偽物みたいな <laughs> ああ名前がそうそうですね、<laughs> V と、ねえー、K だけが違うっていう、あのまあ、まあ、ヒートが27指名示しましたけど、まあ、出身はセルビア、同じ、ヨキチと同じ。あ よき一となりセレビア。はい、えー。ただプレイスタイルがすんごい軽やか。で、あと、U、この間の去年か、去年の U19 でも活躍した、してたんですよね。<ー>日本とも対戦してるんですけど、結構厄介だったんですよね。あ,<ー> <laughs> あの、 ちょっと見る機会あったらぜひ、この選手はちょっと注目してほしいかなと思ってます <laughs>。名前だけじゃないですね <laughs>。<は> <laughs> なるほど。ネタははい。はい。あとはちょっと、まあ、なかなか、えー、チェックできないんですけど、ね。まあ、あの、あとはピストンズかな。えーはい、今回、まあ、ドラフトもね、結構、あの、ポイントカード J.D.R.B. ーーとか、あの、けど、はい、カンニガムいるんだけど、ね、はい、あの、多分カンニガムとコン,コンビでガード、 組ませんのかなってに、はいまあ、がまあサイズもありますしね、<laughs> 結構、はいえー、そこも楽しみだし、あと、あのえー、ホーネッツが、ね、指名した13人のデューレンっていう、うん、ジェーレン・デューレンっていう、このビッグマンが実はトレードでピストズやってきたんですよね。なので、今回、ドラフトでガードとセンターを。 あの、揃えられたんですよね、即戦力の。はい,はい。えー、これもしかしたら、ピストと来るんじゃないかなって。はい,はい。さらにね、あの、まあ、まあ、このトレードのね、影響で、あの、はい、ニックスからケンバーウォーカーが動いてまして。はい,はい。<laughs> まあ、ケンバーといえばちょっと、ね、まあ、本熱したいね、オールスターにも行きながら、ね、はい、あの、ニックスで、もう、あんまりティボットと方針が合わなくて <laughs>。はい、はい <laughs> えー。全然出なくて。 はい、あのどうなるかってとこあったんですけど、結局、サラリーダンプのためにトレードされましたね。はい、<laughs> で、ピストンズからもバイアウト見込みだそうです。うんなので、ケンバがもう、はい、次どこへ行くかっていうとこですね。なる,なるほど、なるほど。そしてねあの、ニックスはキャップ開けたっていうことは、つまり、あのなんか、ジェーレン・ブランソン狙いじゃねえかって、なんか、上がってみたいですよ、はい、声があの、マブスの。あののドンチチュのね と一緒に活躍してたね若手カードですけど、うん、プレオフク活躍していました。そうですね。うん、はいあ。あそこにオールインするんじゃないかって言われてますね。うん、失敗したらどうするんでしょうね。<laughs> う <laughs> ねまあ、ちょっとまあそこも含めてね、ねちょっと見ごちょっと気になるトレードでした、ね。あと、シクサーズの、ね、ダニー・グリーンがちょっとプレオフでね、はいあの 全人賃貸に断裂してましたけど、はい、あのグリーズリーズ、ね、のディアスソメルトンと、ねはい、トレードされました。はいね、ここはまあ少しおねまあそんな大きくはないと思うんですけどね、ね一応ドラッシュ名権もこれ動いています。そういったところも含めて、ね、えー、まあちょっと結構動いドラッドのところで動いたね選手,選手はちょいちょいいました、はい、けど、まあ スーパースターのね、動くってのはありませんでしたね。<laughs> はいはい、はい、まあ、これは、れはい、7月のね、FA 待ちかなって感じですね。あれでも、ピストンズでしたかや違うチームでしたかなんだっけなんとかっていう選手と、マーベリックスの、なんだっけ、ボバンを含めた。あ あれ、ドラトン前ですね。あの、クリスチャンウッドが動いたやつですね。ああ、ウッドがロケッツだとったかロケッツのウッドがそうそうそう、はい、あの、動いて、そこでフォワードが行ったから多分、あの、ジャバリースミスにオールインした。まあ、あの、多分狙ったのはパンキロかもしれないけど、一応、はい、ね、あの、3位で一番評価高いジャバリースミス取ったんじゃないかなと、な <laughs> うん、とは思います。そこもロケッツもね、一応少しずつ、まあね、各、うん、位になる若手選手を、 ね、揃えて再建かなっていうところだと思いますね。あれ、ね、あと、じゃあ、ドラフト前で、あれ、でもピストンズ誰か出して。あ、ジェレミー・グラントだ。そうだ、そうだ。あの、当日の前だったら結構動きありましたね。ブレイザーズにげきましたね。<laughs> はいはい,はい、はい、それで、キャップ開けもしたので。<laughs> な,るなるほど、なるほど。そういうことだったんですね。はい。なので、ね、今年の、まあ、一番ね勝者はピストンズじ,じゃないかって言われてます。<laughs> はい。 レイカーズは1位指名なくて2位指名の35位だけで、まあ選手取りました。2巡目ですね、はい。結構自分的には良さげな選手だと思ったんですけど。ああ、はい。ただレイカーズ育成しないで3年後ぐらい良さそうな選手なんですよ。なんとなくなんですけど。またいつもの、またいつものパターンかっていうトレードのね、こまされてしまうあるあるですね。いやー。 あとなんか、えー、シャックの息子のシャリーフ・オニールっているんですけど、はいはい、なんかサマーリーグ出るみたいですね。レイカーズで,で、ね、レイカーズの選手として一応出るみたいですね。サマーリーグとはいえ一応レイカーズのね、シャックと同じチームでプレーをはい、はい、するみたいですので。まあ、まあ,いいであの、ね、そこからも。 ね、少し、まあ大学ではね、ちょっと病気とか、あのー、あまり一応活躍できなかったんですけど、はい、はいね。あの、サマーリーガーちょっと注目してもいいんじゃないかなとは思います。はい。はい。という、まあ、ドラッタこんなところでしょうかね。はい。すみません、ちょっとね、あの、あんまり <laughs>、ね、全部選手ね、あの話してると時間もね、ちょっとなくなるので <laughs>、これくらいに、はい。しておきます。はい。 ということでここまでね、えー、と NBA ファイナルとドラフトの結果ね、えー、振り返りでした。はい。メットとバカな子ゾウの。 ロサンゼルスレイカーズ2021-22シーズン大反省タはい、えー、ということでね、タイトルコールから行きましたけれども、えー、このコーナーはね、今回特別です。あのー、ね、えー、シーズン前にね、優勝候補筆頭とね、 えー、まあ、目されながら、ね、まさかのプレオフね、ね、えー、シーズならずという結果に終わったね、ね、えー、バカなコーさんが、ね、応援するロサンゼルスレイカーズのね、<laughs> そうですはい、はい、そう、バカなコーさんが応援しているロサンゼルスレイカーズの、えね、今シーズンをね、えー、ちょっともう振り返ようと、ね、反省会をね、二人でしてみようとそうよそ、そういったコーナーになります。本当そうするだって、プレインすらできないんですよ。だって、プレインすら実は。 気づいているか、ない方、はい、いるかもしれないですけど。あの、まあ、昨年はね、一応プレインからね、プレイオフに出てはいましたので。そうなんですよね,ね。そしてね、まあその、さらにその前のシーズン、2020年に、まああのバブルのね、行われたプレイオフで、ね、勝ち上がって優勝をしております。はい、ね。あの、その年からね、まあアンソニー・テイビスがね、トレードで入ってきて、はい、まあ、レブロン AD 時代というね、えー、まあ、 そういう感じで、今年3年目を迎えたんですけれども。はい、えー。そこにね、あのー、まあ、ウエストブルックもね、トレードに入ってきまして。はい。ね、さあ、どうなるっていうね。えー、そしてね、あのー、まさかの、まあ、カーメルアンソンに、ま まあ、ドワイと呼び戻し、はい、だったり、まあ、いろんなね、えー、まあ、あの、ベテラン選手がね、えーはい、まあ、来て寄せ集め、ザ寄せ集めみたいな、はい、そんなチームで始まった今シーズンだったわけですけど、はい。はい。まず、ね、えー、率直にどうでした、今シーズン <laughs>。ああ、そうですね。まあ、正直その寄せ集め感というのは自分あって、 で優勝候補に挙げてる人いたんですけど、ファンでありながらも、ちょっとは厳しいかなと私は思ってましたね、正直。優勝はちょっと厳しいかなと思ってました。正直なところ。はいまあ、ただ、そのプレイオフはまあさすがに行くでしょっていうのはね、ね心のどっかにはね、正直ありました。はい。そこに、それをね、蓋を開けたらプレイインすら行かないっていう。まあ、プレイインで負けるならまだちょっとあるじゃないですか。うん、まあ、あと1勝ってあるじゃないですか。だから本当にちょっときつかったっていうか、 びっくりしましたね、正直。うん、まあ、はい、特にバクさんは、まあ、できるだけね、試合見るように多分してたと思いますので、はい、<laughs> まあ、よりきつかったと思いますけど。はい。まあ、その、やっぱりその、ケミストリーって言われてるじゃないですか、その、化学反応を起こすっていうことで、その高高、ね、ことこが、はい、感じで。その、本当に真逆でしたね、すべてが。そうですね。はい。はい あなかなか噛み合わずね、もうレブロの力でなんとかね、勝つ試合が多かったっていう感じでしたね。はい。<laughs> はい。ということでね、えー、と、ここで少しね、お便りもね、お、え、手、ー、いただいておりますので、はい。読み上げたいと思います。<laughs> はい。えー、と、えー、私さんっていう名前です。<laughs> はい。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。はい。メッタさん、バックさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。 今シーズンのレイカーズは残念でしたね、シーズン始まる前は優勝候補引っ越わったのに、終わってみればプレーオフにも出れないとか、<laughs> なぜこうなってしまったのかについては僕には分かりませんが、優勝した時はレブロンと AD の2本柱だったので、その頃と同じようにレブロン、AD の2本柱に戻してみるというのはどうでしょうか、それからレブロンがコートにいない時の司令塔として、ロンドンを再度獲得するというのはどうでしょう。 えー、レイカーズが優勝した時のプレフでは、えー、ロンドがめちゃくちゃ効いてたと思うので、えー、主要メンバーをその、その時の構成に戻すというのが僕の考えです。えー、お二人はレイカーズについてどう考えられますかなる,なるほど、なるほど。かなり具体的なね、意見をいただきました、はい。はい。まあ、自分はね、結構ね、あ、いいですかすみません。はい。どうぞロンド、ロンド選手がそのプレーオフでは本当に凄かったんですけど、レギュラーシーズンはでもいまいちっていうところだったんですよ、実はあのシーズンも。 ただ、プレイオフでほんと、基人のごとくの活躍見せて、私もほんと考え変わったんですが、でもやはりね、もうベテラン選手の1年2年ってやっぱり、なんだろう、あんまりこういう言葉使っちゃいけないかもしれないですけど、劣化っていうのがやっぱりあると思うんですよ、多少。そう考えますと、そのまま単純に戻すっていうのはちょっとあれなとは思うんですけど、まあ、例えばだから同じような、その、なんていうんですか、コントロールできるような選手が、 いればいいんですけどね。ちょっと私はあんまり思いつかないんですけど。はい。まあ、まあ、多分そのね、ベテランが長続きするかどうかってところは、はい、多分バックさん、ま、私も多分、はい、まあそんな感じなのかなと思うんですけど、はい、まあ、ロンドンは、まあ、もちろんね、衰えもあると思うんですけど、やっぱ、はい ちょっと性格的にもちょっと結構難がある感じで、ちょっとトラブルもねしばしば起こすなるほど選手だし、ちょっとここのオフでなんか家庭問題もなんか抱えてるみたいなので。ああ、そうなんですか。はい。まあ、詳しくはちょっとここでは言いませんけども、はい、まあ、ともかくね、あの、ちょっと扱いにくい選手であるのはちょっと事実ですし、はい、まあ、あの、今シーズンオフにねあ、オフじゃない、あの、途中に、あの、キャブスとトレードで、 あの出したんですよね。はい。一回戻したんですけど。はい。まあ、なので、結局、まあ、あの、一年確か経たないと戻せないっていうルールもありましたし、はい、えー。それから、ちょっと、ロンドンにこだわらない方がいいんじゃないかなっていうふうには私は思います。あ<ー> <laughs> はい、まあ、私もね、そんなにパッと思いつくわけじゃないんですけどね。 あの、はい、レブロン AD のね、邪魔をしないっていう意味だと、はい、ルビオ。リ<ー>ッキー・ルビオですね。はい。スペインの天才と言われた男、まあ。はい。彼はね、結構、まあ、自分でガンガン攻めるタイプじゃなくてね、ねゲームメイクをね、はいえー、中止あの、ハーフコートをね、ゲームメイクで、あのー、ね、自分のペースにするタイプなので、はい。ね まあ、ピックドロールもね、えー、からじっくり組むことできるし、ね、デブロン AD 中心のね、まあ、オフェンスの、まあ、指、え、示、ー、もできると思いますし、まあ、あのー、で、デブロンいないときっていうね、その私さんの、ね、あの、投稿にあったように、その辺のね、まあ、バックアップとしても、いいつなぎはできるんじゃないかなと、ね、思います。特にね、あのー、キャブスで、ね、まあ、ちょっと怪我しちゃいましたけどね、 残念ながら怪我しちゃいましたけど、あの、健康の時は本当にいいプレーをね、あのしてましたので。はい。まあ、その状態ならね、あの、かなりいいんじゃないかなとはちょっと思ってます。なるほど、なるほど。いや、ただこの話のね、恐ろしいところは、もうあれですね、そのウェストブルック選手いないのが当たり前ってますね。<laughs> 3, 人3人の共通認識で。<laughs> もういなくて、当然になってますよね。ね私さんと、私と、メッタさんと、バックアナーでも、いないのも、前提になってるところがね、また面白い,い、ねあのー。あのー、あ、ね、の、ラスファン、そしてね、あのー、まあ、あのーね、残りのレイカファンの方の、ね、ために言いますと、ラ <laughs> スいらないと言ってるわけじゃないです。あのー、レブロンを、ね、バックできるガードが欲しいっていう、ね、話でありますのでね、まあ なんで、まあ、この配信ね、ラスいない前提になっちゃってるのかというと、やっぱり、空回り、やっぱしちゃってたんですよね、今シーズン。はい。<laughs> まあ、特にシュータッチがなんか、多分、バックさんもよく見たと思うんですけど、はい。はい、なんかお,おかしかったですよね。<laughs> そうなんですよね。 もともと、そうなんですね、まあ、モとンとスリーポイントは、ね、そんな入る人ではないと思うんですけどね、昨年ね、そワシントンで、ね、そのトリプルダブルをね、またシーズントリプルダブルを、ねはい、発生してた、あのー、とね、ちょっと比べると、まあ、ちょっとどうしちゃったのかなって。まあ、一応ね、スタッツも、あのー、ちょっと。 見て、見てたんですけども、はい,は,いはい。得点18.5アベレージ。はい,は,いはい。えー、3ポイント29.8%。<laughs> は,いは,いはい。えー、2ポイントも48.5%。うん。はいはい、あの、ね、前世紀のペイントアタックしてダンクをね、もうぶちかましてたのを考えると、ちょっと、はい,はい。あの、ちょっとさすがに明らかにパフォーマンスが落ちてる感じがね、はいはい、舐めない、でしたので、うん フリースローもあんま良くないですよね。はいはい、ああ、そうですね、そうですね、それは。はい。まあ、ただね、えーまあ、試合はちゃんと出たんですよね。なるほど、なるほど。確かに、鉄人ぶりをね、発揮しているとこ言われてました。はい。はい、なんですけど、ね、あのー、まあ、ね、退任してましたけど、ボーゲルヘッドコーチがね、ベンチ起用をね、はい、ちょっと示唆したりとか、はい。はい、<laughs> なんかね、いろいろ扱いに本当困ってる感じがね、あと、 えと4コーダー出さないとかっていう試合もなんかあったみたいですし。はいはい、まあ、ちょっとね、うん、まあ最後最後までちょっと扱い困った感じでしたね。はいはい、そしてね、まあもちろんね、レブロン AD がね、もちろん活躍してこそなんですけど、はいえー、まあ、まず今シーズンは怪我に泣かされましたね。はい まあそれがね、まあ噛み合わせ運動はね、もちろんいろんな意見あると思うんですけど、あのはい、まあ出る試合がやっぱね、あのー、まあ揃わない試合が多いと、それはケミストリーも気づけないし、はい、単純に戦力低下もね、も、まあ、しちゃいますから、はいはい、レブロンが今季56試合、はい、AD は40試合にとどまったんですよね。半分以下。半分以下です。はいはい、まあ、アンスン・デイビスは、あれですよね、元の毛が多いっては、ね、言われていい。 っていうのはあるんですけどね、はい、だからね、2020年の、ね、時は、あの、まあ、すごくね、よくて、はいね、あの最後までちゃんとプレーをね、して、ね、ブザービーターでね、勝利、導いた試合もありましたし、はいあの、もう AD なきゃ優勝できなかったっていうくらいだったんですけどね、はい、ちょっとね、去年、今シーズンは、 なんか、やっぱりちょっとペリカンズの時のね、ちょっと怪我しがちの状態になっちゃってた感じですね。<ー>まずはそこがね、大きかったのは、まあ、言うまでもないと思います。はい、はい。そしてね、あのー、まあ、レブロン、まあ、プレイタイム37.2分。はい。あのー、できらしいんですよ、これ。うん。あの、多いと思いませんか多いですね。 そんな、べ、大ベテランっていうところです、ね、そうですよね。まあ、もちろん出てる試合のね、あのー、まあ存在感はね、もちろん絶大ですし、いまだに、ね。はい。ね。あのー、まあ今はね、ポイントカードもやってますから、ね。あの、しっかりとゲーのなんかチームをね、従えてる感じはするんですけども、はい、ただ、ね、さすがにちょっとね、ね30何、三十分台前半には <laughs>、 してあげたいですよね、なんか。なるほど。ねでもその中でね、この、えー、アベレージ30.3ポイントですよ。うん、そうですね。すごいですよ、これは。そうなんですよ。だから、レーブルーンをで見返してるっていうかね、そういう選手がなかなか、どうしてもね、ウェストブルック選手も単独でやるイメージがあるんで。はい。そういうとこですね。まあでもなんかあれですよね、私の放送とかで、 ちょっと結構ね、シックスマンでいいんじゃないかっていう方もいたんですけど、まあ、それを本人が受け入れるかどうかですよね、はい。<laughs> そうなんですよね。あと、まあ、さらにの問題と、そんな40何億も払ってる人にね、シックスマンって言ってもってで、うばあ <laughs>、はい <laughs> うん、まあ、そういうのもあると思うんですよね。まあ、どうしてもね、こういうね、あの問題出てきますからね、あのこういう大きなね、あのお金が動いてると。 まあそういう意味でね、えー、なかなかちょっと、ね、ちょっと結論はね、すぐには出ないですけども、はいえー、まあ、ねえー、さっきのラスいない前提で話してるかのようにね、聞こえちゃいましたかと思うんですけど、まあラスもね、まあプレオプションを更新多分するのかなって予想はしてるんですけど、はい、まあ、多分、また大型トレード、 でもも受け入れるるチーム果たししていいののかっていうのもあるし今、ね、カイリーがなんか、またトレードマスありますし、はい。どうなるんですかねはい。それによっては、また、またレイカーズに可能性、レイカーズがレブロンとまた組む可能性もって、はい、<laughs> のもあるみたいですけど、いずれにしろ、はい、あの、ボールって1個しかないんでね。はい。<laughs> バスケットはね。<laughs> は,いはい。どんだけテントリアンがね、たくさんいても、まあ、 シェアできなければ意味がないので <laughs>。はいはい,、はい、はい。まあそこを何とかしたいとこですね。まあ、はい、あのヘッドコーチがダービーハムってね、あのーはい、まあ、アシスタントコーチからのね、あのー、徴兵でしたけど、はい、まあうまくね、やって <laughs>、 クレナイトってとこですね。バックスのアシスタントコーチっだった人で、はい、現役の時はピストンズ優勝してはいますね。あ,あそうなんですか。で、ダンクが一番得意みたいです、ね。あうん、まあ選手としては対戦しなかったんですけど、ね、アシスタントコーチとして、コーチとして評価は非常に高いって、ヤニスもあ太鼓板を押してるみたいです。うんうん、だから、あとは、 まあ、選手次第じゃ,んじゃないかなと思うんですけどね。はあ、まあ、あの、優勝メンバーを戻してほし、ね、すべきじゃないかっていう意見もありましたけど、えー、のまあ、どっちにしろ、そうですね、優勝メンバーもそうですけど、あの、ちゃんと、あの、えー、丈夫な選手欲しいですね。<laughs> はあ 今年ほらオースティン・ディーブスってね、あのはい、すんごいなんか、あのただのなんていうか、一、ま、応、あ、悪いですけど、ただの少年みたいな選手がすごい活躍したじゃないですか。彼のような選手がやっぱり、まあ、ウォリアーズ見てると、やっぱああいう選手が、ね、輝く、はい、あのわけですからね、スターを揃えばいいってわけじゃないですから、ね、そうなんでも、まあ、文句がなんか、まだ分かんないし。 契約で揉えているんでしたっけなんか、そうですね。まあ、ある程度活躍をね、した分、ちょっと、どうなるかってとこだし、ね、本来、んも今シーズンいたはずなんですけどね。はい、キンドリックナン。はい、はいね。ヒートからの移籍だったんですけど、ね、はい、ちょっと怪我でシーズン棒に振りました。はい、初め村と同期人、ね、あ、そうですね。ただドラフトがいいだったんですよね、もともと。はい。<laughs> まあ、 ね、あと,はとりあえずね、このまあ、周りは若い選手、まあ、フォー道タッカーもねいますけど、はい、若い選手以外は、ね、少し整理は必要かなと思いますね、はい、そうですよね、本当ベテランそいすぎですね、はい、体力がなかったんですよね。はい、ベテランもちろんね、ウォリアーズのイグダーラーがね、あのはい、かなりやっぱその選手として出るだけじゃなくて、ちゃんとね、そのベンチでもちゃんと。はい あウィギンスとかにね、ファイナルで、ちゃんと、なんか、はい、指示をね、ちゃんと出してるね、シーンもなんかあったみたいですけど。はい。<laughs> ああいう感じの選手が、やっぱ欲しいですよね。まあ、ファイナル MVP ですからね。まあまあ、そうですね。はい。経験豊富で。はい。まあね、あんまあなかなかそういうね、都合よくね、あ転がってくるとは、限らないですけど。はい。はい、まあまあ、いずれにしてもね、あのー、まあ、私はさっきルビーをって話しましたけどね。 はい。ともかくね、あの、コントロールできる選手、ね、あの、勢いのある若手、えー、ね、そしてね、まあ仕事もできる、ね、ベテラン、本当に仕事をね、できるね、あ、えー、の、ちゃんと、あの、健康な選手、ね、その辺を揃えてほしいかなって私は思いました。はい。というところで、バックさんはどうでしょうかね、はい。<laughs> いやだから、あれないっすよ、その、ベテラン揃いすぎって っていうか、アリーズ選手とかも昔はね、その 3&D とかよかったと思うんですけど、ね、はい、明らかに落ちてるんですよね。ど見てもこうっちゃうんですけど。はい、そうなんですよ。だから体力がやっぱりなかったんで、もうちょいなんかフレッシュにしておりたいんですけど、なかなかいないんじゃないですか、それはねそれを FA だけ、ね、やろうとしてるところがね、やっぱりレイカーズ特有の,、はい、あのちょっと問題点ではあるんですよね。はい、<laughs> まあでも、 しめきないからタンクも当然できないでしょう。そういう、はい。そうなんですよね。ここねだから。いや、あだから、あれなんですよ。実はね、レギュラーシーズン最初の方、体力はないんだけど、ベテランゾロで体力はないんですけどね。オーバータイムだけなんか役に勝ってる時は。<laughs> <そう> <laughs> まあ、勝負強い選手は今ね、あの、そう,そうそう、そうそう揃っていますからね。<laughs> ただシーズン通してはやっぱりちょっとね、厳しかったっていうところなんで。 うなんですかね、はい、だから、あの、2A かもしれないですけど、ガブリエル選手とかもちょっと出てきて活躍したことがあったんで、あの辺もちゃんと育ててほしいなっていうところですかね。うん、そうでしょうね。はい。あとはそうなんですよ。<の>これネタ、ええ、ネタじゃないんですけど、ね、渡辺優太選手が空いてるのは全然レイカーズ来ていただければと思うんですけど、<laughs> ディフェンスいい選手ですから。いや、本当普通に来てください。3&D へとハマりするかもしれないですよねそす。そうです、そうです。本当に。 いや、出たじゃないかもしれないですよ、本当に。あ<ー>いや、もし実現したら全力で応援ですよね。そうです、そうです、ね。はい。いや、応援本当しやすくていいですよ、そうすると。はい、はいね。まあまあ、あのーね、結婚したばっかりですしね、ロスでいい生活もできるかもしれないし。まあまあね、その辺の妄想は置いときまして。はい <laughs>、ねあの。ともかくね、ちょっとまあ、 多分、ね、似たような多分結論にはなったと思いますね。ラスはねも、まあ、どうするかちょっとまだ、ね、わかんないですけどあの、まあ、レブロン AD をマーディを揃える、ね、あの若い選手、ねあとねあの、本当に使えるベテラン選手健康な選手、ねはい、あの揃えてまずは再スタート、はいね、あとレブロンバックアップも必須、はい、<laughs> そんなところでしょうか。はいはい ということで、ね、はい、まあね、あの来季以降もね、当然シーズンはね、続くわけですから、<laughs> はい、まあレブロンの引退も近いのかもしれないですけども、<laughs> まあ、でもレイカーズは引き続き応援は、ねえー、していくんですよね。<laughs> いやだ、そこもね、まあもちろんしたいんですけど。ちょっと由らいできてます。揺らいでる というか、そう、なんですかね、ほんと難しいんですよ、立場上。だから、その、スポーツとかは私ずっと見るの好きで、もちろんあれなんですよ。ジョーダンとか、その、だから昔のコービーとかはね、ちょろっとは知ってるんですよ。オリンピックは私見てたんで、知って,てる中でそのレブロン・ジェームスが、その、あのレイカーズだ行ったっていうことで、本当に本格的に本腰入れてみ、見始めたんですよ。自分は結構レブロンありきなんですよ。レブロンいなくなった方がいいっていう方もいるんですけど、レイカーズファンで。 だからレブロンありきなんですよ、私は実は。じゃあもし移籍がしたらですあの、応援するチームも変わるかもしれない。って思うじゃないですか。そこまた微妙なんですよ。またキャバレーーズ戻ったのか<ー>お前ってなっちゃうんですよ。そうするとレブロンがもし行ったとするだから本当にね、<laughs> 難しいんですよこの。どうなってしまうのかっていう、私の,このこ、えー、この、おえ本当にね、あの、応援、ほら、あの、まあ、 現地住んでるわけじゃないですからね、我々。はい、あのね、もちろん選手から入るっていうのがね、大体基本であって、はい、まあ、その選手もね、結構、今はもう移籍が当たり前になってます。はい、まあ、その中で、な例えば最初レブロンがキャベツからヒート行った時とか、もう結構、いろんなね、はい、もういろんな意見で溢れてましたけど、はいね、まあ、結局はまあ本人がね、あの、まあ、 まあ選手本人もね、あの、まあね、与えられた権利ですしね。はい、それにね、応援する方もね、まあまあもちろん複雑な思いをね、抱えながらいやなると思うんですけど、まあ、ねえー、応援し続けるか、あるいはね、あの、まあ、元いたチームを応援し続けるかっていうのは、全然、あの、まあ、正解はないと思いますので <laughs>。はい。あの、そこはね、あの、 自由だと思います、本当に。<laughs> <laughs> まあ、そうですね、その。実はあれなんですよ、レブロン一隻の少年度って、股関節怪我しちゃって、はいはい、結構出てなくて、えー、その後のレイカーズって結構、あれなんですよ、ひどかったっていうか、厳しかったんですよ。あの頃のインドラムとかクーズマだったんで、キューンが。まあ、えー、そうはなってほしくないんですよね。あの時は本当つらかったんで。 そうですよなしかないとは思ってるんやっぱりね、主力がねそのまあレブロンみたいな、ね、選手が長期離脱ってなると全くチームを変わりますし、はいね、やっぱり、うん、レブロン見たくてやっぱ応援し,、ね、してしていうきっかけがやっぱあったわけですよね。はい、それがなくねなくなるとやっぱ <laughs>、ね、辛いとこやっぱありますよね。 うん、そうなんですよ。NBA 全体ね、うん、本当に面白いとは思いますが、やはり、ね、チームを決めてっていう、応援するチームを決めてってやると、やっぱり見やすいので、全、まあ、試合って絶対見れないじゃないですか。はい、応援するチーム決めると、まあ、1シーズン82試合とか、そういうところなんで、まあ一応見やすいというところもあります、うん、はいはい。そういうのはね、なんとか。まあ、あと、まあ、伝統あるっていうところなんで、いいかず、頑張ってほしいんですけどね。 まあ、次優勝すればもう一回、あ、ボストン抜いて単独1位ですからね。はい。2020年優勝で追いついて、ね。なる,なるほど、なるほど。まあ、タイですからね。はい,はい。<laughs> はい、とは言ってもね、まあ、はい、なかなかすぐ結果出すっていうのはね、まあ、レイカーズだから求められてるだけであって、まあ、現実はかなりね、はい、厳しいと思うので、はい、まずは、ね、あの、ロスタの整理。はい。 そこから始まるってとこですね。はい。<laughs> ということで、このね、これ7月のオフを、FA はね、本当に大注目ですね。はい。はい。ぜひともね、まあ私もちょっとね、あの、その辺の話はまた今後の放送で、あの、ちょっと紹介は、まあ、していきたいと思いますので、ニコ生放送でもね、はい、あの、まあ放送するときはね、ちょっとその辺も整理していきたいと思います。はい。と <laughs>、はい、いうことで、まあ、こんなところでいいでしょうかね。はい。 はい。わかりました。ということで、ね、えー、まあ、ね、<laughs> まあ、ちょっといろいろ話がね、2点差でしましたけどね、あの、はい、とりあえず、レイカーズのね、今シーズンの振り返り、反省会はこの辺に、えー、したいと思います。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。<laughs> <laughs> はいどうもメッタですさあ今日は何をやろうかなバスケの試合見るかやっぱり世界最高峰の NBA それとも B リーグいやもう自分でバスケやっちゃうかああでもあのゲームやりたいしこのゲームもストーリー務めたいんだよなそれにいい天気だからカメラを持ってふらっと写真や動画撮りに出かけたいうーんじゃあ全部やっちゃおうか はい、そんな感じでねニコニコ生放送 YouTube ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私メッタの応援よろしくお願いいたします。それとのリンククは番組概要欄からチェック はい、えー、ここまでね、お届けしまいました。バスケの s ス r ラジオ、えー、3時4回目の配信は、えー、ここまでとなります。えー、今回はね、えー、バカな小僧さんをゲストにもお迎えしね、あの、いろいろお話し,しましたけども、えーえー、どうでしたでしょうか久々の放送。い、ああ、お招きいただきありがとうございました。えー、やはりね、バスケ専門でやってらっしゃいますので、その、バスケについて私も真剣に考えさせていただきました。 あ,あそうですよね。まあ、はいろいろ、まあ、今回の霊活反省会は、ね、はい、非常になんか <laughs>、ね、あの、今、バックさんがどんなことを考えているかっていうのはね、結構聞けたかなっていうふうに思うので <laughs>、はい。私もね、まあまあ、あんまり、私はね、あのー、まあ、あの、1チームをね、追いかけるっていう感じじゃないので <laughs>、はいはい。まんべんなく見てるタイプなのでね、まあ、はい。一チームのね、未来についていろいろ考えるのは、まあ、いろいろ、まあ、 ね、ちょっと、白が早そうでしたけど、まあ、<laughs> あの, <laughs> あの楽しくもありました。<laughs> はい、はい。ということでね、またあの遊びに来てください。はい、よろしくお願いいたします。はい、ね。ということでね、あのー、私はね、バカなことのニーザ放送局っていうね、ラジオの方にも、えー、コラボ出演をね、えー、させていただいていますので、そちらもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。うん、はい。えー ということでね、えー、この番組の感想もね、えー、引き続きお待ちしておりますけども、えー、ここで、えー、重大発表です。<laughs> 何だと思いますかえいき,すかいきなりです。いきなりです。まさかの、あー、ちょっとわかんないですけど。あ<の>教えてください結。結婚はしません。<laughs> あ、違うかい違います。だと思ってたんですか <laughs> いや <laughs> まあ、多分、年齢的にもそのぐらいなのかな。ああ、まあ、まあ、そうかもしれないけど、もうちょっと自由にやらせてください。<laughs> なるほど,るほど <laughs> っていう感じですか、うん。はい。まあ、お知らせて言いますのは、えー、このラジオ、バ、えー、スケのスマーラジオとしては最終回です。え何回も。でよかったんですか私でよかったんですか最終回。<laughs> まあ、ある意味よかったと思います <laughs>。ああ。えー と言いますのはね、えー、まあ、このバスケルスマラジオは最終回ですけども、えー、新ラジオが始まります。なんだ、そういうことかいそういうことですなんで安心しましたよ、本当に。泣きそうになっちゃいました、私。はい、え、ほんとですか <laughs> 泣き全員ニーザが泣いたってよく最近言ってんですけど、本当に泣きそうになりました。<laughs> ニーザ市民何人いるんですか <laughs> <laughs> いや、でも結構多いんですけどね、13万人ぐらいいです。あ、多いですね。うん、<laughs> やべえ、これは、やばいやばい。<laughs> えいうえー、で実はね、まだ詳細がちょっと決まったんですけど、えー、バスケ用じゃなくて、まあ、バスケもねあ、今後同じように扱っていくんですけど、あのバカな工藤さんが、ね、あの新ザ放送局っていうねあ、いろんなジャンルを、ね、取り扱って、いろんなコーナーをね、やって楽しそうなのを見てっていうわけでもないんですけども、すみません、以前から、はい、あのちょっとね、バスケ以外もね、私、ゲームとか、 あの、まあ、あ YouTube 作ったりとか、いろいろ、ま、ね、あなんか中途半端いろいろやっておりますのでね、あその話もねしたいと思って、えー、まあ、タイトル回ですけど、メッタの七色に染まるラジオ <laughs>。なるほど。っていうことで、はい、はいね、あのー、少し幅を広げてい、えー、きたいと思っております。ねあのー、コーナーとかね、えー、お便りの詳細は、ね、あのー、また、 え、後ほど、えー、紹介、ね、えー、したいと思いますし、えー、ちょっとアンケートもね、えー、取りたいと思ってますので、概要欄にね、え、リンクを貼っておきます。えー、ぜひ、あのー、ご協力をお願いいたします。はい、ということでね、あのー、まあ、あバックさんちょっと立ち合わせてしまいましたけども <laughs>、えー、っていう、はい、えー、ね、バスケルスマラジオね、だいぶ、もう一年、ちょうど一年くらいなんですよ、実は。はい。全、あのー、この、 5月くらいから始めてね、だいぶやりましたけど、ね、はい、結構いろいろしゃべらせてもらいましたが、引き続きね、今後もね、ねパスケの話は当然ねメインでしていきたいと思いますし、他の話もねあいろいろしていきたいと思いますので、引き続きね、ね私、メットを、ね、よろしくお願いいたしますという感じです。はい、いということでね、ね、えー バスケス、まあ、ラジオとしては最後になりますけども、えー、ね、えー、また今後もよろしくお願いしますということで、今回はここで終わります。えー、バカナコドウさんね、ゲストありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> はい、それでは、えー、失礼してまーす。さよなら。またねー。バイナラ <laughs>、えー、はい、すいません、ちょっとあのー、最後にね、ちょっとこれ、あの、バクさんと収録終わった後に別撮りで、 あの撮らせていただいてるんですけどもちょっとね今回が最終回と言っておきながらあれですけども、ねえー、っともう一回だけやらせてくださいあのちょっと本当に申し訳ございませんなんでかと言いますとこれからね、まあ、違うラジオとして、ねあのまあ、再スタートを、ね、切るんですけどもその前にね,、まあ、ねあの私自身のねあのバスケに対するね、まあ、これからの期待感とかえどういった目線でねなんていうかこれから見て に行けばいいのかっていうのをね、あの、いろんなね、もちろん NBA をね、メインに見てる人、ね、国内メインに見てる人、ね、あの、学生メイン、あるいはね、まあ、プレイヤーとして、あの、いろいろね、あの、活動してる人もね、あの、多いかもしれません。このリスナーさんにはね、どれくらいいるかわかりませんけどもね、私はね、できる限りね、まあ、バスケを、あの、プレイしていきたいし、まあ、遊びでもね、はい、あの、まあ、ね、見る方でもね、あの、まあ、どのカテゴリーもね、 楽しく見ていきたいと思っておりますのでね、あのそういったところもね、ちょっと、えー、しっかりとね、話してから、あの次のね、ラジオにつな、えー、げていきたいなというふうに思いますのでね、皆さんも何かねあの、バスケ全体に思うところがあればね、NBA でもいいですし、まあ、B リーグとかでも何でも構いません、ね、代表でもいいです、えー、お便りいただければ、一緒に考えていきたいなというふうに思いますのでね、ぜひ、あ次回の最終回もよろしくお願いします。ということで、えー、補足でした。今度こそ、さよなら。